はい、皆様こんばんは、ブルーです。今回はマリオカートツアーパート86、今回はベイビーピーチカップやっていこうと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。よかったらね、あのチャンネル登録または高評価の方もよろしくお願いします。まず最初第1戦はレインボーロード。さて、この SSC のレインボーロード、このフィーバーモードを使えばポイントは楽なんですよね。ハードキャラとこちらの親のビームをメタリックマリオを使います。で、このまあね、すべてメニューでございますと、これでいきます。さあ、最初の SSC レインボーロードです。さあ、ここにどんなレースになるんでしょうか。まもなくスタートです。3、2、1、ダーン。さあ、スタート。で、さあ、まずはここは、まずはこれ、あっこにあっこにまだこのいかない。ファイナルだ。ちょっと探しないとね。じゃあ次、第2戦行ってみよう。第2戦はのこのこビーチ R、N64、認定64ですね。こちらののこのこビーチ R です。まずキャラクターはこの、ベビーピーチで、マシンどっちにしよっかなー思ったけど、もうこのレベルさんの方で攻撃をいきます。N64 のなかなかビーチ R。 さあ、どんなレースになるんでしょうか。まもなくスタートです。
最後は抜きました。それでは第3戦行ってみよう。第3戦はピキサーキット X、 N64 のピキサーキット X です。ダジャン分今回のマシンでこれを使ってこちらを使います。さあピキサーキット X、さあどんな両方の方向真ん中スタートです。はい、スタート。それではラスト行ってみよう。ラストはコンボアタック。動かたらマシンドライヤーで振り合うのやつ。最後までね、ご視聴していただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、または高評価の方もよろしくお願いします。また次回のマヨカートツアーでお会いしましょう。さようなら。